元キンプリヒラの仕様、暴露系 YouTuber への転身の可能性。皆さん、こんにちは。今回は、元キング、リンチェのメンバーでジャニーズ事務所を退所したヒラの仕様についての興味深い情報をお伝えします。マックス。彼の未来には、新たなキャリアの可能性が広がっているようです。ヒラの仕様、YouTube の扉を開く今年の5月、ヒラの仕様はキング、 リンチを脱退ししし同時にジャニーズ事務所も退除しましたタップこの決断は多くのファンにとって驚きでしたが、その後の展開がますます注目を浴びています。なぜなら、彼が YouTube の暴露系 YouTuber として新たなキャリアを築く可能性があるからです。女性自身のスクープ記事によれば平和は退場後 YouTube への出演オファーを受けたと言われています。その内容は、 退場に至った経緯を全て明かすというもので、平野自身もこのチャンスに興味を示し、出演を了承したと報じられています。出演は5月末以降に撮影予定とされています。心境の変化と YouTube 出演の見送り。しかし、退場の日が近づくにつれて、平野の心境に変化が生じたと言われています。金プリに残る2人のメンバーや、 これまで支えてくれた人々への感謝と思いやりが、YouTube 出演を見送る決断へと導いたようです。特に注目すべきは、平野がジャニーズ事務所に在籍していた頃、元ジャニーズ JR で歌手の岡本カウアンから暴露された性加害の告発です。これが平野にとって非常に敏感な問題であり、YouTube 出演においても避けられないトピックとなる可能性があるでしょう。 ジャニーズ事務所の対応が鍵を握る。平野が YouTube で本当にどれだけの情報を公開するつもりだったかは不明ですが、ジャニーズ事務所の今後の対応が彼の行動に大きな影響を与えるでしょう。もし事務所との対立が深まれば、平野自身がガーシー容疑者のような暴露を始める可能性も考えられます。一部の芸能関係者は、 平野がまだ爆弾を抱えている可能性が高い、と指摘しています。もし彼がその情報を公開すれば、これまでの出来事とは比べ物にならない大きな騒動が巻き起こるでしょう。平野の可能性と今後の展望。最後に、平野潮は今後どのような道を歩むのかについて考えてみましょう。 彼はジャニーズ事務所から圧力を受けながらも、YouTube など新たな芸能活動の場に進出する可能性があります。彼はまさに強力な剣を手にし、自分の将来を切り開くかもしれません。この記事が平野市要の今後についての興味深い情報をお伝えできたことを願います。彼の行動に注目し、これからの展開を見守りましょう。 また、あなたの意見や予想をコメントで共有してください。フォロー、いいね、コメントをお願いします。